流氷がどんなふうに来ているか、 ここに人工衛星からの画像の映像がここにあります。これは2月10日のものですけれども、サハリンのこの横からこう流れてきて、今ちょうどこのオホーツク海岸、紋別から知床までこうある、こんな感じで来てますね。この赤いのはもうびっしりある、まあ 100% 氷があるのが赤い氷ですね。黄色いとかオレンジはあの 50% とか何十パーセントのやつです。でこんなふうに氷がこう流れてきてます。でこれはこのあとさらに流れてきたり、こっちの方まで増えたりするわけですね。でね、この氷がどのくらいの日数ここにオホーツク海沿岸にいたかというのを次の方で、でしかもこれは年々どう変化してきたかが次の方になります。ここにあるこの青い棒、赤い棒がありますけれども、この青い棒は実は流氷の1年間の何日あったかという日数を表していて、だいたいここで70日ぐらい、70それから20ぐらいで100年間ですね。あの1900年ちょっと過ぎぐらいからの100年間の動きを示していて、これが青はその流氷の日数が昔は50年前までは結構多かったのはどん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 減ってきます。どん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 減ってきて今非常に少なくなっている。まあ、あのほとんどゼロみたいなんですが、まあ、あそこで20ぐらいですね、年間20、まあ、これ平均してもこんな感じですね。でこの赤はこの辺重なってますけども、赤は気温を表しています。どんどん上ってきている様子が分かります。で特にこの辺急に上ってきてますね。でこれはだいたい1990年ぐらい、つまり30年前ぐらいから急に上り出してるんですね。でこの30年ぐらいで何度ぐらい上ってるんだったかな、このぐらいこう上ってきてね、どんどん上ってきている。でそれと同時にこの氷が減ってきている様子が分かります。つまりこれ温暖化でどん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 氷が減ってます。でこの先行くとどうなるかというと、温度の方は今あのさらにあの3度ぐらい、50年後ぐらいには3度ぐらい上っちゃうんじゃないかって話がありますし、流氷の方はじゃあどうなるんだっていうと、それをちょっと計算してみたのがこれですね。これが1900年から2020年近くのこの現在まで、でここから先この後予測すると、これはこの平均的なものですね。これ結構ギザギザしてるんですけど、平均的なものはずっとだんだんゼロにぶつかるところがあります。これは2050年より先、つまり今よりちょうど30年後ですね。30年後ぐらいにこれはゼロになります。まあこれゼロといっても平均がゼロですから、こんなふうにデータはばらついてますから、2050年になると流氷が来る年来ない年が半々ですね。 50% 来ない年、来る年がある。つまり流氷が来るのは2年に1回になってしまうわけです。でそれからじゃあこのデータのばらつきのこの8割型のデータの上の方、これがずっと行くのはどうなるかというと、2100年越して2110年とかそのぐらいにこの線がぶつかります。でそれは何を意味するかというと、6年に1回しか流氷が来なくなるということになります。つまり6年に1回しか来ないんだったら、まあほとんど流氷が来ないようなものですね。で現在例えば稚内とかはだんだんそんなにありますし、釧路なんかは昔結構流氷来てたんですね。でも今はほとんど来ない、ああいう状態に現在はなりつつあるというふうなことです。